まほろばの陣立てへようこそ。今回は今更ながら2020年に令和の米騒動と世間を賑わせ話題となった作品である天水の桜姫について、当チャンネルとしての批評を述べる動画となります。実際のゲームプレイ部分を中心にしつつ、さまざまな要素を取り上げてお話ししていきます。本作について自身が感じたこと、考えたことをぜぜひひではっきりと言わせていただきます。極力ネタバレは避けた内容にしていますので、その点が気になる方もご安心ください。購入するか迷っている方への参考や、すでに購入している方との意見交換の場になれば幸いです。私のプレイ状況は本編クリア、ゲーム内に表示されるサブイベント全回収、実績全達成、エンドコンテンツはアップデートで追加された分の最下層までクリアという状態です。その状態になるまでの所要時間はだいたい50時間くらいでした。当初は1本の動画にしようとしていたのですが、言いたいことをすべて詰め込もうとしたところ、あまりにも長くなりすぎてしまったため、前後編に分けて投稿することとしました。こちらは前編で、2つで1つの動画ですので、ぜひ後編まで目を通していただければと思います。前編はゲームの概要とメイン要素である稲作、アクションについてお話しします。いずれの部分も妥協せず、本作の魅力をなるべく詳しく紹介していきます。最後までぜひお付き合いください。作品自体の批評に入る前に、私がどのようなプレイヤーなのかを簡潔に述べさせていただきます。どれくらいのプレイスキルで、どんなプレイスタイル、思考のプレイヤーなのか分かった方がより参考になりやすく、言葉も伝わりやすいと思うので、まずはそこを定めさせてください。批評だけ確認できればいいよという方ももちろんいらっしゃると思います。その場合、このチャプターは丸ごと飛ばしていただいて大丈夫です。各自概要欄の次のチャプターの時間を選択するか、シークバーを送っていただければと思います。天水の桜姫はジャンル的にはアクションプラスロールプレイングプラスシミュレーションという認識をしているので、関連するゲームジャンルに絞って紹介させていただきます。アクションゲームは古くはファミコンのロックマンシリーズ星のカービィから、月下の野草曲以降の悪魔城ドラキュラシリーズ、デビルメイクライシリーズを好みます。2D や 3D のこだわりは特になく、アクションゲームというジャンル自体が基本的に好きです。難易度選択がある作品は最高難易度までしっかりとクリアします。悪魔城ドラキュラシリーズは作品によってはレベル1固定での全面クリアまで行い、デビルメイクライシリーズは最高難易度で各ミッション最高評価クリアなども行いました。シミュレーションゲーム、ロールプレイングゲームも数は多くないですがプレイしていました。スーパーファミコン時代のファイナルファンタジーシリーズ、クロノトリガー、アクトレイザーや、比較的近年の信長の野望シリーズなどで、RPG はスーパーファミコン時代でほぼ止まっています。委任や自動化といったシステムがあっても、すべて自分でやらないと気が済まないタイプです。ちまちました作業が嫌いではなく、何か準備をする際には万全まで仕上げてから進行します。レベル上げやスキルの熟練度を上げたりなどの作業的なことも好んで行います。ラストエリクサー症候群の罹患者であり、特に再入手困難なものでは顕著に発症します。本編以外の寄り道、サブイベント的なものは極力すべて消化したいと考えていますが、1周目は攻略サイトを見ずにプレイするので、大抵2周目をプレイすることになります。以上、非常に簡単ではありますが、私のゲームのプレイスタイルや思考を紹介させていただきました。こういうプレイヤーなんだなということを踏まえ、以降の批評を聞いていただければと思います。まずは作品がどのように進行していくのかをお話しします。プレイヤーは終始主人公である桜姫を操作して物語を進めていきます。米を収穫するための稲作とステージクリア型の探索を繰り返しこなしつつ、米や探索時に採集した様々な食材を使用して夕餉を取り、次の時期となります。ゲーム内の時間は12の時期に分かれ、稲作は時期によって行う作業が変化していきます。探索はアクションに変化はありませんが、一部のステージでは採集できる食材が変わります。また屋外のステージでは風景が変化することもあり、景色を眺めながらの進行も一興です。偏ったプレイをしない限り、稲作、探索、夕餉、稲作と繰り返しながら進行することになります。夜間に敵が強くなるというシステムがあるため、初週の序盤は特にそうなると思います。日中は外に出て活動し、夜は家に帰って仲間と食事という非常に規則正しい生活です。
稲作の各工程を行い、最終的に米になった時に初めて主人公である桜姫が強くなります。他の作品でいうレベルアップですが、もし探索パートが苦手という方であっても、稲作を集中的に行って桜姫が強くなることで大抵なんとかなるバランスになっています。一応稲作に関わる作業をほとんどやらず、大半を仲間に任せて進行させることもできますが、稲作にもアクションにも興味があるという方が大多数だと思うので、それを前提とします。ちなみに稲作は仲間に任せるよりもプレイヤー自ら作業した方がいい結果となります。探索およびアクションは見た目のほのぼの差と比べ、いろいろな意味でかなり歯応えがあります。アクション自体は非常に自由度が高く、思い通りに動かせるまでには多少慣れが必要です。ほとんどの場面が一体多数であり、油断しているとあっけなくリトライすることになると思います。しかしプレイヤー自身の成長によりどんどん爽快快適に動けるようになっていき、ある程度思い通りに動かせるようになってくると、非常に気持ちよく探索を行うことができます。キャラクターだけでなくプレイヤー自身の成長もしっかりと感じさせてくれるはずです。私の場合、進行は先に紹介した流れをほぼ崩さずに最後までプレイしたのですが、稲作や各アクション、敵の強さなどレベルデザインが非常に秀逸だなと感じました。大抵の便利な要素がちょうどいいタイミングで解放されていき、飽きさせない工夫がされています。ただここに関してはプレイスタイルで大きく変わってくる部分だと思うので、あくまでも私の場合というのを前提にして聞いていただければと思います。稲作と探索、どちらかに偏ったプレイスタイルだとまた違った感じ方になると思います。以上が作品の概要となります。次のチャプターからはそれぞれの要素ごとに詳しく触れていきます。続いて作品のメインパートの一つとなる稲作についてお話しします。私は稲作についての知識はほぼありませんが、そんな状態でも全く問題はありませんでした。必要となる工程や作業がゲーム内で解説され、非常にうまく作品に落とし込まれています。ゲームを始めていきなりこの作業とこの作業とこの作業を全部やってねというわけではなく、物語の進行に合わせて少しずつプレイヤーが担当する作業が増えていくことになります。もちろん最終的にはゲーム内の計11の作業を全てプレイヤーが担当できるようになりますが、少しずつやることが増えていくので、各工程の流れを理解しながら進めることができます。このあたりのデザインが非常によくできていて、作業が増えるのを楽しみながらプレイできます。植える種もみの選別をする、種を育てる、田んぼを耕す、苗を植える、肥料をまく、水量の調節をする、雑草や害虫の管理をする、収穫して稲を干す、脱穀をする、もみすりをする、これらの作業が全て密接に関係し合い、最終的な米の出来栄えにつながっていきます。完成したもみはどれくらいもみすりをするかで、玄米、ぶずき米、白米になるかが決まります。それぞれの米には特徴があり、時にはどの状態の米にするかを考えるのも一興です。プレイヤーの好みやゲームの進行状況によって自分に合った米へ仕上げることができます。稲作は全ての工程を非常に細かく管理できるため、こだわる人は徹底的にこだわることができます。米の品質は桜姫のステータスに直結するので、レベル上げという意味合いでもいかに品質のいい米を作るかということを探求するのも楽しみの一つになると思います。完成した米はそこで役目は終わりというわけではなく、夕げのパートでしっかりと使用します。手塩にかけて育てた米を仲間と団らんの時間を過ごしつつ食べる、感慨もひとしおです。夕げについては後編の方で詳細をお話しします。ちなみに稲作はどんなに失敗したり手を抜いたりしても、必ず最終的には米になり、品質が低い米でも桜姫のステータスが下がってしまうといったペナルティはありません。ですので、たとえ細かい管理が苦手な方であっても、少しずつ各作業に慣れていけば大丈夫です。いずれの工程も詳細は省きますが、作業をすべて完璧にやるのが正解というわけではありません。先に紹介させていただいた通り、私は初週は攻略サイトなどを見ずに進めているのですが、一周して攻略サイトを見て、そこで初めて知った事実や間違えていたことが多々あることを知りました。答えが分かってから考えてみれば、確かにそんなように説明されていたかもしれないという要素が非常に多く、
この作品の稲作の奥深さに改めて気づくこととなりました。これから初めてプレイするという方は、初週は攻略サイトを見ないことを強くお勧めします。また各作業に慣れてきたあたりを見計らって、ちょうどいいタイミングで便利機能が解放されます。この解放タイミングが絶妙で、大抵これ毎回やるのちょっと大変だなぁと感じたあたりで、その作業が素早く行えるスキルや作業が効率よく行える道具が登場します。稲作は全編を通して作業自体は同じでも、なるべく単調にならないような工夫が施されています。どうすればプレイヤーが飽きないで取り組めるか、どんな機能があれば便利かというのを開発側がしっかり考慮し、常にプレイヤー目線を忘れなかったことを感じさせます。一部の作業に登場する便利な道具は、実際の稲作でも使用されていた道具なのですが、先人たちの知恵がいかに稲作の作業を効率化していったのかということも垣間見ることができます。そういった要素も含め、実際の知識と連動してプレイヤーを成長させてくれると思います。稲作で欠点にもなりうる点について触れると、このやることの多さと要素の細かさゆえに、稲作そのものが面倒くさいと感じてしまう方がいるのは否定できないと思います。先に述べたように、大抵の作業を仲間に任せてしまうこともできはしますが、ちまちました作業があまり好きではない方、レベル上げなどの繰り返しの作業が嫌いな方、探索パートをガンガン進めたい方には、いささか面倒に感じてしまうかもしれません。この点に関しては私はいずれも該当しないので、全く気になりませんでした。ゲーム中に稲作に関するヒントはたくさん出てきますが、明確な正解はあまり出てきません。プレイヤーが試行錯誤する余地を残すためだと思いますし、私はこの手探り感は好きでしたが、さっさと効率よく最適解でやりたいという方にはもどかしい面もままあると思われます。またそれと合わせて、完璧主義の人には一部は辛く感じてしまう要素があるかもしれません。田んぼの状況は刻一刻と変化するため、探索と並行して最善の状態を維持するのは困難です。それゆえ田んぼの状態が気になると探索どころではなくなります。始めたての私がそうでした。常に田んぼの様子を見なければならず、ストーリーが進行できなくなる可能性もあります。危険だと分かっていながらも、台風などの際に畑の様子を見に行ってしまうという方の心情が、言葉ではなく心で理解できたような気がしました。付け加えて、先に少し触れたように、全て完璧にやるのが正解というわけではない要素もあり、あえて完璧にやらないことが望ましい場面もあるため、それが気になってしまうことも考えられます。私は極度ではないですが、どちらかと言わなくても完璧主義寄りの人間だと自覚していますが、プレイを始めた当初、やはりその点はどうしてもすっきりしない気持ちを抱えていました。しかしその気持ちも、いい米のためと徐々に落ち着き、いつしか受け入れていました。過ぎた完璧主義は時には裏目に出て、必要な時に必要なことを必要なだけこなすことも重要という考えを持つことができたので、現実の私の考えも成長するきっかけとなりました。本作の稲作は本当に奥深く面白いと感じました。続いて稲作同様、もう一つのメインパートとなる探索についてお話しします。どうしても稲作に目が行きがちな作品ですが、探索とアクションも非常にしっかりしています。冒頭で触れた通り、私はアクションゲームが好きで、いろいろな作品をプレイしました。多少腕にも覚えはありますが、端的に言ってとても楽しく、やりごたえのある内容でした。歩き、速歩、ジャンプといった基本的な移動動作は非常にシンプルです。弱攻撃、強攻撃、各種武器と羽衣技が攻撃手段、弾きが防御手段として存在します。間接的な攻撃として、吹っ飛ばした敵で周りの敵を巻き込むというのも頼れる攻撃手段です。各種攻撃にはしっかりと役割があり、使い分ける楽しさに気づくとより面白くなります。弱攻撃、強攻撃はそれぞれ方向キープラスボタンの簡単な操作で出せる技が変わります。武器、羽衣技も同様に方向キープラスそれぞれのボタンで出すことができ、複雑なことは要しません。個人的にすごいなと感じたのは、武器や羽衣技にいわゆる捨て技が全くないことです。アクションゲームをプレイしていると、大抵は弱かったり使い道がない技が出てきます。場合によってはクリアするまで一回も使わなかったなという技もザラにあると思います。
しかし本作の場合はどの技も強く、使い道がある技しかないと言っても過言ではありません。開始初期に習得した技であっても最終盤までしっかりと使うことができます。プレイをしていていい意味でどの技を使うか悩むことが多かったのが印象的です。それに加えて武器に関しては技ごとに熟練度という技のレベルとも言える要素があり、使えば使うほど攻撃回数が増えたり追加の効果が増えていったりと技自体が強くなります。気に入った技を使い続けるとどんどん強くなるというのは個人的に非常に楽しい要素でした。羽衣に関しては本作の特徴的な要素の一つでもあり、移動と攻撃両方に使うことができます。各挙動は珍しい操作感だと感じましたが、個人的に一番イメージが近いかなと思ったのは DMC デビルメイクライのデーモンプルとエンジェルリフトの組み合わせでした。探索時の移動手段として使えるのはもちろんのこと、攻撃の中継としても非常に役立ちます。本作は敵を攻撃してダウンさせるとしばらく無敵になり、一見テンポが悪い場面がありますが、羽衣を使えばダウン中の敵を無理やり引き起こし攻撃し続けることができます。これに気づけるか気づけないかで攻撃面の自由度が大きく変わってくる印象です。一部の武器でも同じことができますが、最も簡単に行えるのはやはり羽衣になるかと思います。また羽衣での移動中は完全無敵になっているので回避技としても使用できます。後ほど触れる弾きと違い、完全にプレイヤーの任意のタイミングで出すことができるので、敵に囲まれたり攻撃を食らいそうと思ったらとりあえず出しておいて損はありません。それぞれの攻撃動作は基本的にモーションの終了を待たずにキャンセルすることができます。すべてをいつでもキャンセルできるわけではありませんが、非常にいい塩梅だと感じました。動きに慣れていくにつれどんどん快適かつ爽快に動かせるようになっていきます。個人的には本作は攻撃面の面白さだけでなく防御面の面白さもあると感じました。先に少し触れた弾きなのですが、これが非常に優秀かつ強力な行動となっています。ほぼ全ての敵の攻撃を無効化でき、成立時に敵が弱体化するので攻撃のチャンスにもなります。待機中はもちろん、移動中、攻撃中、果てはダメージを食らっている時にも受け付けています。弾き成立時に強力なバフがかかるスキルもあるため、ハイリスクハイリターンな戦術も狙えます。しっかり狙って弾きを成立させ、敵に攻撃させることを許さずに封殺するのは非常に楽しいです。本作の戦闘は大抵が一対多数の集団戦になっているので一概に言えない部分もありますが、どんな敵であれほぼ全ての攻撃はしっかり見てから反応できるようになっています。敵の攻撃には必ず分かりやすい予備動作があるため、練習すれば必ずできるようになります。また弾きの成立は格闘ゲームのようなシビアさではなく、受付にかなり余裕があります。先に触れた通り、しっかり敵の動きを見ながら練習すれば必ずできるようになります。最初はなかなかつかめないかもしれませんが、その時の練習は決して無駄にはならないはずです。私の場合はどんなゲームでも敵と真っ向勝負して有無を言わさず粉砕していくのが好きなので、本作のプレイを開始し弾きの存在があると分かった時点で常に積極的に使用していました。僭越ながら断言させていただきますが、本作は弾きを積極的に使用した方が戦闘が楽しくなります。加えてエンドコンテンツをアップデートで追加された分の最下層までクリアしようとすると、間違いなく狙って弾きができるようになっていた方がクリアが楽になること受け合いなので、これから始めるという方は極力弾きを意識しながらプレイした方がいいと思います。キャラクターのアクション以外でもシステム的にとても遊びやすいと感じる部分があります。まずステージ途中の穴や高低差が大きいところから落ちた際の落下死がないということです。 2D アクションゲームで落下死がないのは私がプレイしたゲームでは珍しい部類です。大抵の 2D アクションゲームにはシビアなジャンプで穴の上を渡っていく場面はつきものです。これは難易度を上げる意味としてはいいかもしれませんが、必ずしも楽しい要素ではありません。特にアクションが苦手な方にとってはプレイの意欲を削がれる原因にもなりうると思います。開発者の方はそのあたりのことを分かった上であえて落下死の要素を削ったのかなと感じました。アクションの爽快さが売りの一つでもあるためふさわしくないと判断されたのかもしれません。
個人的に落下死がないという点は本作にとって間違いなくいい方向へ作用したと思います。それに加えてゲームオーバー、つまり主人公が倒れた際の挙動も見逃せません。 2D、3D に限らず大抵のアクションゲームは主人公が倒れてしまった場合はステージの最初まで戻るか中間地点やセーブ地点まで戻るのがほとんどだと思います。本作は主人公が倒れた際は倒れたマップの初期位置まで戻ってリスタートとなっています。もちろんそのマップで入手したアイテムや素材、武器の経験値はなくなってしまいますが、他のゲームと比べるとこのペナルティは非常に軽いものであるのは言うまでもありません。苦労して進めた場合でも最低限の損失で済みますし、いろいろなことを試すのにも非常に好都合です。弾きの練習をしたり、ボスの行動パターンを覚えたり、繰り返し挑戦したりなどなど、この仕様も落下死がないことと同様に確実にプレイのしやすさにつながったと思います。探索中ほぼいかなる場面であってもステージから離脱できるというのも目立つ存在です。これはボス戦であっても例外ではなく、危ないと思ったら本当にほぼいつでも離脱できます。入手した素材やアイテムもしっかり持ち帰ることができ、とても親切な設計となっています。ストーリーを進行させる場合であっても、素材などを目的に探索をする場合であっても、なるべくそれまでのプレイが無駄にならないように配慮されている印象を受けます。これは後に述べる時間制限ともいえるシステムとのバランス調整の結果かもしれません。こういったシステムの使用は積み重なってゲームの楽しさに直結してくると考えます。本作は基本的なシステムはプレイヤーのストレスになるものは排除するか最低限に抑えるという方針のように感じますが、それが結果的にとてもいい方向へ作用していると思いました。アクションで欠点にもなりうる点について触れると、やや独特な操作性が挙げられます。移動の挙動は普通に操作するだけだとレスポンスはいいもののゆったりとしています。特に歩きとジャンプに関してはその他のアクションの俊敏さから見るとよりそう感じます。羽衣の挙動は手に馴染むまではその用途の多さゆえに持て余してしまうかもしれません。羽衣技には押しっぱなしを要するものも多く、慣れるまでは手が忙しくなりがちです。先にも少し触れましたが、思った通り動かせるようになるまで多少時間を要すると思います。各種通常攻撃は攻撃開始時に向いていた方向から途中で向きを変えることができないため、慌ただしい集団戦の最中、思っている方向と違う方へ攻撃していたということもまま あります。特に弱攻撃は途中からボタン1回で複数回攻撃するため、その分隙を見せてしまいます。空中の通常攻撃も同様で、加えて独特な慣性と軌道を描くため慣れないうちは制御が難しいです。それにより本作は空中に浮いている敵も複数存在しますが、地上の敵より圧倒的に厄介です。私の場合、プレイしたての頃は空中の敵に攻撃を当てられないなんて場面がよくありました。また道中でプレイヤーの任意のタイミングで体力などを回復させるアイテムはなく、体力の回復は後編でお話しする食事効果や一部の武器や武器の効果を頼るしかありません。昨今のゲームとしてはなかなかシビアなシステムが採用されています。それに付随して探索には実質時間制限と考えても差し支えないシステムが存在し、とにかく探索を楽しみたいという方にとってはもどかしい思いをする可能性があります。こちらについては夕下が大きく影響してきますが、詳細は後編の方でお話しします。基本的には1対多数の戦闘と一部の障害物の配置のいやらしさが合わさり、探索の難易度は見た目とは裏腹に硬派な昔ながらの 2D アクションゲームといった様相です。アクションゲームが苦手という方はところどころで詰まってしまうこともあるかもしれません。しかし何のゲームであれ、初めてその作品をプレイした瞬間は誰しも例外なく初心者です。先に挙げた欠点にもなりうる点というのはほぼ全てプレイヤーの上達でカバーできます。最初はぎこちなかった操作もいつしかなんとなく様になる場面が多くなっていくはずです。アクションゲームが苦手な方は自由度が非常に高いイコール何をどうすればいいのか分かりにくいと感じてしまうこともあるかもしれませんが、これはどうしても表裏一体の要素だと思います。自由度を減らし一定のことをすればいいというだけでは面白い作品にはなり得ないと考えます。人によって差はあれど、
プレイヤー自身の腕はプレイしているうちに間違いなく成長します。特にアクションゲームはそういった側面が強いジャンルでもあると個人的には思っています。本作のアクションはそういったアクションゲームの醍醐味をしっかりと感じることができます。前編は一旦ここまでとなります。後編は前編では触れなかった本作の魅力やシステム、個人的な改善案や総評をお話しします。まだまだお伝えしたい魅力はたくさんあるので、ぜひ後編にも目を通していただければと思います。